からタイヤコートねやっていきたいと思う、うん、でプリウスでもやってます、うん、で2回目やからちょっと慣れてると思う。そうやな。これなんで車きれいの？洗車したからや。シャンプー、まあ、まあ例えば、うん、俺が普通に歩いてくるやんか、うん、この車見るやん、分からへんで多分近所の人もあれ車買い替えたからそんな感じ。雨降ったとか言ってたもんね。うん、そうやろ、綺麗なせいでマキちゃんの車やと思った。そうやろ、ドロドロやからパッと見ただけでマキちゃんの車って分かるけどいいかよ、これは分かれへん。どっか行ってみようかな。これは分かれへんわ。そう、ほんでね、うん、あの選手してる動画でも言ってるんですけど、うん、1回だけあのコーナンとかオートバックスで日本セットとかで売ってるタイヤコートみたいなこれちょっとだけ吹いて今洗いたいぐらいやね。ホイールめっちゃ洗うのに私。え、これで一緒に洗ったらあかんのか。洗っていいんじゃん。だからあの最後に残った洗剤で、ほんまやな、洗って、最後な、ホイールな、うん、うん、で、そうそう、一回やってるけど、うん、え、でもそんな経ってないと思うねん、やって、うん、秒やな。で、だからまあ CRC と一緒やんか。そうやな、うん、塗ってもえ、ね、やっぱりええやつはこれです、うん、スーパーのタイヤコート、うん、いけるかな。うまくいけるかどうかやな、ね、これね、ま、もう一回、やり方とか、こういうバンパーとかこういうボディとかにはかけないでください。こういう ホイール自体にもかかったら拭き取ってくださいみたいになって、最初にこう、うん、何油分水分除去まあ車も来たんやけど、タイヤも来たらいいで車検の時交換しようってさっき言っとってんな。なで前なんかそんな使わんでいいんちゃうかみたいな言ってたけど、そうそうそう、結構うちもやな、うん、それだいぶ使いすぎやなで、うん、だいたいこの外とかこれな、うん、要は外ひび割れるやんか、うん、な、外ひび割れるとこまでだから、うちもひび割れて、うん、で外までひび割れるやん、うん、だからこれ全部かけとったわけ。ああ、全体、うん、この縁さっきかけたらな、うんうん、ほんならこんな感じ。この材質が天然ゴムの材質してるから、うん、だからひび割れの中入って、ここだけじゃなくて、あの再生じゃない、再生まではいけへんけど、復活させようとする、うん、頑張ってくれます。そうそうそう。でただ臭いワクホーズ商品は、うん、でなんかね、うん、やっぱり今10月やろ、これからだからスタッドレス入れ替えるとか、うん、うちもスタッドレス入れ替えたりとかするから、その時にこれ保管しとくじゃないですか。うん、そうその時に、その時はこことか全体にかけてもいいの？もう全体かけた方がいい、うん、で保管してたら、ただまあ費用はかかると思うけど、で、うん、逆にあの夏タイヤは、うん、逆に言うと線と、うん、あ、冬タイヤをやっといたら、そうそれを 何年かとか使えるから、そういい、結構だから3年4年ぐらいしか使われへんやつが、うん、5、6年使っても柔らかい。だから前の車の時スタッドレス変えたやんか、うんうん、もう最後なんかのもうこれ乗り潰そうかぐらいの勢いでやった。あのね、元が汚いやっぱ洗えばよかったな。また俺の手直し動画も入れようや手直し動画も入れようまあとりあえずまあマキちゃんがやってる多分これこれあかんね、まあ、ええか、これは、うん、切れるな。そう覚えといてよ、マキ、うん、大丈夫。やっぱりホイールを買おう、しようかこうやって塗った方がええとか言ってみんな来るんじゃん。なあ、じゃあそれがあるんやったらちょっとやっぱこの辺木は難しい。でも角度まっすぐやな、それ、うん、この噴射はな、うんうん、ただ広いで、うん、だからまあ引いたってどれぐらい。そうやな、まだからあのほらはやぶさのやつで、うん、見てるけど結構なんかで皿入れたみたいな感じになってるよな。これ一回もタイヤ交換してないよな。ああ、してない多分。
多分見てる人はこれもうちょっとこう乗ったらええんじゃないかまあまあ今から俺の手直し動画しようか。手直し交代選手交代。これでも噴射が思ったより広がれへんから、うん、やっぱり近くで、うん、シャッシャの方がええんじゃん。ほらほんまやな、シャッシャの方がええ。でもなんかな、でもいけてるいけてる。そのシャッシャ難しいんやけど。いやだからこう力が調整できる人じゃないとな。私あだから前エアブラシやってんけどその調整がやっぱり難しいわこれな。ここえぐいな、わかるな、うん、村、うん、ちょっと立ってから見てもらったらめっちゃわかります。だからちょっとやっぱり男の人がちょっと指の力ある人、うん、うん、ギュッて押さえ込んでしまう。でな、おもろいのがここあるやん、うん、タイヤがこうピチョってなってるやん、うん、だからここはどうしても4箇所白いところが出てくる、うんうん、けどまあしゃあない、うん、よし。あ、これは案外濡れてるよな。これは。うん。でもやっぱ見て、水があったらめっちゃ弾くわ。うん。だからちゃんと拭き取らないとあかんと。いや、俺らの動画はあかんと思う。あの、言って洗車の後にすること。あの、そうか。あ、洗車の後にせなあかんで。タイヤはワックスは一番最後や、うん。終わってからな。これはちゃんとかかってるで。ほんま？うん。この辺までかかってるから。で今で8本やったよ。なれへんもんやな。どれぐらい残ってるのそれ、あと。半分は残ってんじゃん。ね、2台分でやって、うん、半分やろ。半分やから4台分。うん、はできます。で、全然大丈夫。結構無駄遣いしてると思うで。これな。とかやって。大概の。でも、あれやで。あの、結構長持ちすると思う、うん、俺はな、うんうん、なんか今日やって、うん、さあどこやったやろ、向こうか、あ、違う、こんな感じです。これもね、うん、在庫また置いてるので、あの必要あれば、うん、あの買いに来てください。こんな感じです。てか次一番多分最初にやってるのはハヤブサやから、あ時間ってまめにやるからな。あれは結構量やってると思うで。ほんま、なんかまあ一番私のどんな感じか見やすいと思うので、また時間経ったら結果を報告したいと思います、うんうん、これと洗車と見てください。洗車な、うん、もう今見ても綺麗なのは分かるで。そうで、あれや、なんだエアキャタ、エアキャタライザーミストの動画も上げてます。それは10月1日発売で、ほんまに、いやほら今もそう、あんだけ灯油の匂いしとったけど、社長に匂ってって言っとって、昨日かな、おとと言っとってんな、うん、せえへんもんな。でもやっぱりなんかあの初めてパッと後ろを開けてた時に、うん、なんか匂うんかなって思ったけど、うん、前行ったら全然匂い、全然そう、うん、だからちょっと、あれめっちゃ感動やわ。だからちょっと臭い車とか、うん、そうじゃあね、あれ振りかける前ほんま臭かった。こないだブレマシーめっちゃ臭かったやん、 あれにかけたらよかったやん。ほんまやな、あれファブリーズかけまくって、でなんか2週間ぐらい窓開けっぱなしにして、そうで友達に借りた銀王のなんかもやってやって、それで初めて匂い消えたもんな。今残ってんのよ。3週間以上やで。そうやで、まだ残ってるなあ。ちょっとあのカンカン照りのとこの窓閉め切って置いとったら臭いもんな。だからあの臭い子にちょっと一回乗ってもらおう、これ違う車、臭い子が乗ってたみたいな感じだけどだってそうや、これ一瞬で消えたもんなこれでもこれない、いやただそのなんか染みついてそれ嫌やろ。だからそう、布とかにもかけれるから、うん、あれも私あれめっちゃおすすめ。顔え、でもあれもエアキャタのキットの方をやろうと思ってるから、あそれやって、それでもなんか自分納得する匂いが取れなれへんかったらミスト買おうかなと思ってます。うん、そう、まあ、あの全然大丈夫よ、うん、これで。ほんまや、あのプレバシーでやったらよかったまあでもその時は販売してなかった。そうまだ、ね、うんうん、商品も知らへんかったから。そうもう昨日の朝から特感でやもんな、うん、販売日の朝に一番に来させて。そうまたそれもね、
コメントください、うん、在庫も置いとけるし必要やったら取り寄せとかもできるので、うん、あの言ってください。これもね、うん、プリウスでもやってます。プリウス目が1回目、うん、まああれ失敗やん。これも失敗やけどな。いや、いけると思う。まだ上手にはなったと思います、うんうん、こんな感じ。他にもどんどんワークオーディションにやっていくので見ててください。チャンネル登録とお願いします。